で、この御言葉ですね、いや、私は主の軍の将として今来たのだと。ですね。で、もちろん前からそういう存在ではあります。しかし今改めて、こう主を第一として主の導きに従ってこう進んでいくと。そして今度はこう約束の成就です。奇跡が起こったり、我々が支えられたり、危険から守られたり、批判中傷がひっくり返ったり、それはですね、約束の成就でも何でもありません。それは神様の助けであり、神様が生きて祝福を与えてくださいましたが、しかしこれはですね、私たちの約束の成就ではないのです。私たちの約束の成就はリバイバルです。私たちの約束の成就は多くの方々が救われることです。また私たちの約束の成就は世界に行くことです、ね、確かにちょっと言ってます。このレベルのことではありません。約束、私たちの約束の成就というのはね、個人でも世界に行くことですね。で、神の力強い働きが始まることです。確かに癒しとか、技が、起こっております。でも我々が示されているのはこのレベルではないのです。もっと大きなレベルの事柄が起こって、あと多くの大きなレベルのことが始まるという、このことなんです。ヨシアたちは、神の導きに従って敵軍に襲いかかっていったんですね。で、私たちも神の導きに従って、行くのです。これ非常に重要なこう意味合いがあるんですね。しかし行く場合にちょっと一つ問題点があるんですね。それは何かと言いますと、神のビジョンを持っているかどうか、これはね、大きいんです。このヨシアたちの戦いっていうのは普通の戦いではないのです。神のビジョンを持っていた戦いなのです。で、皆さんの働きにおいてもですね、神のビジョンを持っているかどうか、何に向かっていくのかって言いますね。神様に従って神の ビジョンの、そして約束の成就に向かっていくわけですね。その時にこの主を第一にしつつ歩んでいくというのは非常に重要なこう意味合いがあるということを、どうぞ覚えておいてください。そして繰り返しますが、今年度示された言葉は、ヨシア記の5章の14節。すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだと。この御言葉です。どうぞこの御言葉を握りつつですね、進んでいきたいというふうに思います。あなたを通して働く私自身を、
って言った時に、もしあそこがそのもともと神殿が建てたところならば、あれを壊してそこに建てなくちゃいけないということで、ここは非常にこの緊張感あふれる場所になるんですね。ところが聖書を読んだ時に、だからパウロ牧師がこの説明されたのはそうですよ。あのだけど門を見た時に、で一直線なんです。皆さんさっき見た時分かると思うけど、ね、あそこがあの塔があるでしょ。あそこが、商店教会なんですけど、ですね、オリーブ山の一番上で、あそこでほらお弟子さんたちがイエス様が天に帰るのをこう見てったと言われてる場所なわけですよ。ただあそこからまっすぐ門を通ってこう来るとこっちになるでしょ、ライン的に。すると若干のズレがある。なので第三神殿は、まあ、これかどうか別として、こあそこじゃないでこっちじゃないんでかっていう説が、そうするとあれを壊して第三神殿を食べるということではちょっとなくなってくるわけですね。だからそのどっちがどっちかというのは多分まだわからないと思うんですけど、だからあっちの位置が正しい。空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように。